皆さんこんにちは。ドラマ「冬のソナタ」の大ヒットにより日本でもヨン様の愛称で親しまれ、韓流ブームのきっかけとなった俳優のペ・リョンジュン、最近はあまりテレビなどでは姿を見なくなりましたが、芸能界を引退したのではと噂が出ているようです。現在は何をしているのでしょうか。今回はペ・リョンジュンの引退説や現在について調べてまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。ヨン様ことペ・リョンジュンは1972年8月29日生まれ、韓国ソウル特別市出身の俳優です。ペ・リョンジュンのトレードマークでもあるあのメガネ姿は、子供の頃テコンドーの試合中に他人の足が目に当たり視力が低下してしまったためと言われています。ハンヨン高等学校卒業後、1994年に韓国放送公社の特別採用によりテレビドラマ「愛の挨拶」で俳優デビュー。それからはいくつものドラマに出演し、特に1996年の「初恋」では韓国ドラマ史上最高視聴率 65.8% を記録し、主役を演じた彼自身も人気の座を手に入れました。韓国において2002年に「冬のソナタ」のチュンさん役でペクサン芸術大賞人気賞、 KBS 演技大賞最優秀演技賞、人気賞、ベストカップル賞、ベストドレッサー賞を受賞しています。そんな俳優のペ・リョンジュンですが、俳優としての活動は2011年のドラマ「ドリームハイ」に特別出演したのがラストとなっています。2022年11月にはホームページ運営が中断したことが伝えられ、引退説もささやかれました。ペ・リョンジュンの気になる現在はというと、2022年初めにハワイに移住したという情報がありました。韓国メディアが報じたもので、家族揃っての移住となったようです。移住の理由については子どもの教育のためと言われています。芸能活動再開についてですが、ハワイに移住したということもあり、その可能性は限りなく低いと考えられます。というのも実業家として大きな成功を収めているためです。 KBS 第2テレビジョン芸能ライブによると、ペ・リョンジュンはホームクリーニング、化粧品、コーヒーなどさまざまなスタートアップ企業に分散投資しながら投資家として精力的に活動しているといいます。ペ・リョンジュンは実業家としての手腕を発揮し、今では総資産150億円の大金持ちだそうです。ペ・リョンジュンは2006年に資産90億ウォン、約8億8000万円を出資して芸能プロダクションキーイーストを設立し、実業家として会社経営に専念、実業家の道を歩み始めて14年が経った2018年にキーイーストを韓国最大手の芸能事務所 SM エンターテインメントに売却しています。その際 SM エンターテインメントにキーイースト株を渡すと同時に SM エンターテインメント株も確保しました。現在は主要株主という立場のようです。 SM エンターテインメントといえば韓国の代表的な芸能企画会社の一つで、ボアや少女時代、東方神起やスーパージュニア、シャイニーなどの多くの韓流スターが所属していることで知られています。日本では ABEX グループ等と取引関係にあり、中国やアメリカなどへの海外進出も盛んなようです。買収を通してキーイーストは SM エンターテインメントグループに統合されました。ペ・リョンジュンは SM グループのマーケティングやキーイーストのグローバル戦略アドバイザーとして活動しているようです。また他にも暗号貨幣やスポーツ専門企業にも投資し、グローバル戦略アドバイザーとしても活躍しています。2020年の韓国の報道によると、保有株の時価総額は約28億円に上り、芸能界の株長者番付で第4位。テレビでは見れなくなってしまいましたが、実業家として大成功を収めていますね。そんなペ・リョンジュン一家の自宅は、ハワイ移住前はソウルの高級住宅地ソンブクトンの一等地にあったようです。ソンブクトンは映画「パラサイト半地下の家族」の豪邸がある町のモデルとなった場所で、ソウルのビバリーヒルズとも呼ばれています。ソウル地下鉄4号線のハンソンテイック駅を最寄りの駅としている。ソンブクトンの山の斜面に高級住宅が立ち並んでいる住宅街です。ピョンチャンドン、ハンナムドンと並ぶ高級住宅街で、各国の大使館邸や韓国の各財閥一家の家々が点在しているそうです。タヨンジュンはこの自宅を2010年まだ独身の頃に50から60億ウォン台、日本円で5から6億円で購入しています。敷地面積は約760平方メートルもあり、自宅は2階建ての大豪邸で、現在ではその価値は95億ウォン、日本円で約9億5千万円とも言われており、6年間で約3億5千万円の増利益になっています。自宅には24時間勤務のベビーシッターとお手伝いさんが雇われていたんだとか。さらに家事代行会社に15億ウォン、約1億4600万円もの投資をし、スタッフが毎日のように自宅に派遣されていたようです。韓国の自宅を売却したという情報は見当たらなかったので、ハワイ移住後もそのまま自宅として保有しているのではないでしょうか。タヨンジュンは2015年5月に女優のパクスジンと結婚しています。交際期間はわずか3ヶ月のスピード婚だったようです。パクスジンが結婚前の3月にタヨンジュンが所属する事務所キーイーストに移籍したこともあり、交際結婚となったと言われています。そして2015年7月27日にソウルにあるシェラトングランドウォーカーヒルで結婚式を挙げました。有名な2人にふさわしいとても豪華な結婚式だったようです。また2人の結婚式は非公開で行われたことも話題になりました。パクスジンは2001年にガールズグループシュガーのメンバーとして歌手デビューをしました。しかし演技やモデル業に興味があったパクスジンは2006年にグループを脱退し、本格的に女優業に転身をしています。現在は育児に集中しており、芸能活動は休止しているようです。パクスジンは2017年の投稿から3年ぶりの2020年12月9日に SNS 活動を再開しています。当時パクスジンは出産した際の病院で特別待遇を受けたとして物議を醸しており、謝罪文をアップした後から活動を中断していました。またタヨンジュンは2020年12月16日、パクスジンがインスタグラムに誕生日を祝ってくださった全ての皆さん、本当に本当にありがとうございますとアップした投稿に対し、おめでとうと書き込み注目を集めました。清楚な雰囲気で透明感にあふれた美しい奥さんですね。パクスジンは最近もラフな私生活の様子を公開し、ファンからの熱い反応を得ています。しかしコメント欄は閉じたままにしているようで、ファンとのコミュニケーションは行わず、静かな SNS 活動を行っているようですね。一方ペ・ヨンジュンは2017年6月19日にインスタグラムにコメントを書き込んだのを最後に SNS 活動を休んでいるようです。タヨンジュン夫妻は一男一女を設けています。名前などは公表されていないようですが、2016年10月24日に男の子が誕生、2018年4月には女の子が誕生しました。2018年には妻パクスジンの SNS に息子を抱いた姿の写真が公開され話題となりました。また2021年5月には娘さんの画像をアップされていました。美人の嫁と可愛い子供に囲まれて幸せだと思います。いかがでしたか。タヨンジュンは2006年に資産90億ウォン、約8億8000万を投じて芸能プロダクションキーイーストを設立し、この時から実業家として会社経営に専念をしています。前述の通り2018年に韓国大手芸能事務所の SM エンターテインメントに同事務所を売却しています。事務所を売却した理由について、会社の経営難という噂もありましたが、実際は負債などはなかった様子。俳優休業や売却の理由は2016年のパクスジンの出産時のバッシングが原因ではないかと言われています。出産時病院に特別な便宜を図ってもらったという疑惑が報じられており、韓国ではかなりのバッシングを受けたようです。この騒動をきっかけに芸能界と距離を置いたと言われています。芸能界から姿を消したことは寂しく思いますが、実業家の仕事に専念されていますので、そちらを頑張ってほしいですね。しかしまたいつかドラマや映画などで俳優としてのペ・ヨンジュンの姿も見てみたいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。